ございます。おはようございます。高野山まさかの3日目の朝です。まさかです。1日で回れるのかなと思ったら、意外とゆっくり見て回ったら3日は必要みたいな。でも共通チケットを買ったところの受付のお坊さんの話だと、急いで 2,3 時間で回れますみたいだね。言ってたよね。ね、 2,3 日だったね。山の上だからやっぱ風は冷たいね。うん、風の質がね、なんか空気の質が違うよね。うん、あの空気がとても綺麗とかじゃなくて、もうそういうものじゃなくて、もうなんか刺さる感じ。うん、冷たい。これが本当に真冬だったら本当すごいんだなって、まさに秘境だなっていう感じだよね。ちなみに、はい、今日向かって、今向かってるところは、うん、徳川家霊台。ほほ。でもこれだけの3日間費やさないと回れないようなチケットで、うん、あの金色の高野くんのね、お守りもついていて、あのアジャリさんからお話もいただける体験もできたりとか、うんうん、いやもう1500円以上のお金で換算しちゃいけないんだろうけど、うん、いやいい体験させていただいてるよね、うん、おすすめだよね。おすすめ。ただ本当時間がちょっと切羽詰まってる人は、うん、本当厳選していった方がいいかなみたいな。でも共通券で教えてくれたけど、そもそも1日で回れない前提で作ってて、何年後でも5年後でも10年後でもまた来てくださいって。うん、ありがたいよね。うん、うん、説明下手だったね。確かに有効期限書いてなかったもんね。そう、うん、こんな感じになってて、もう私たち最終日なので残り1コマですが、全部で6カ所このチケットは共通チケット、最後のチケット1枚ですね。行ってきます。はい、行ってきます。おばちゃん見て見て見て、こっち、ほほー、すごい、すごいね。家康公だね。家康さんですね。2代の秀忠だね。うん、すごく似てるね。ありがとうございました。あの、すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけど、うん、石がこうやって積んであるのってどんな意味があるんですか？意味はないんです。あれあれはもう、うん、あのまじないみたいなもんでみんなやってんやけどな、うん、あれは意味ないんです。あ、そうなんですか。そうなんですね。あのね、山なんか登るとね、はい、この亡くなったところにこういうのが積むの、うん、はいはいはい、
感じにしてるんやと思うけど別に意味はないんですよ。その奥の院とかに行った時にも、うん、鳥居の上に石が置いてあったりとかして、なんか意味があるのかななんて。ここもね、鳥居の上にいっぱい乗っとったん、うん、はぁ、あ、はぁはぁ、それは整理したの。あぁそうなんですね。まあ、そういう、まあな、おまじないみたいなもんですかね。あはい、ありがとうございます。そういうことか。ちょっとでも何かあやかりたいっていうところから来てるかもしれないね。ここでしょ、世界遺産金剛三昧。配管料金300円だって。アジェクラ作りなんだって、金剛三昧院経像。鎌倉時代に作られたでは少なく貴重な経像とされています、うん、金剛三昧院師匠明神本殿。この町時代、果てしなく難しいだな。うわ、すごいな。金剛三昧院の国宝指定されている多宝塔です。高野山で現存する中では一番古い木造の建物です。お世話になりました。美味しいね、美味しいもんだね、うん、しみしみ、うん、じゅわっと細かい、うん、この細かいのが崩れてくるのがいいね、口の中で、うん、プルプル、うん、落ちちゃいそう、早く食べな、ね、うん、うん、これは、うん、味噌田楽のようなお味噌で、うん、美味しい、うんうん、どうしようっていう美味しさ。あ、よかったよかった、失礼いたします。すごい弾力、うん、
ほら、そんな東京こういう風に持てるなんてね、ならではだよね、ここね。しみしみか、すごいジューッと出てきちゃって、いやいやいや、これはすごい。いやー、これでご飯いっぱい食べたい感じ、庶民的考え。別に香りご飯じゃなくて白いご飯でいいから、こうやって食べながらそのままレンゲでこう食べたい感じだね。これはさ、白味噌っぽくてさ、これはなんか、そうね、形味噌みたいな、色はね、あ、美味しいでしょ、水っぽい香りする、水とか、そっか、独特の感じかな、あ、お味噌ね、この味噌が一番好き、抹茶だ、最初面白かったらさ、嫌じゃなければこのあんだけで食べてみる、この桜あんだけ、うん、それだけ食べると多分あーって言うでしょ、あ、ね、分かりやすく言うと、アンパンの桜がついてる部分、うん、でもじゃあ今度お豆腐と一緒に食べてみて、和食は和菓子でとてもスーがする感じ、うん、じゃあちょっと全然別物になるから、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。